というところに出たんですけど、最後に出た方はね、結構すごくてね、ブルーマン、ブルーマン、なんかね、驚いたんですけどね、多分俺よりずっと年上の人なんだと思うんですけど、終わっていい音してましたね。何弦張ってんですか、あの、ないくつの弦のセット張ってるんですかって、アコギだったんだけど、まあ普通に 1.2 だねって言われて1.2 すいません、俺10ですみたいな
ね、こればかりはね。じゃあちょっと次は静かな曲で、ガラクタという。
いただきました。ヤン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 が出た時は結構酔っ払ってる時だね。ヒロミ先輩酔っ払ってる。ヒロミ先輩酔っ払ってる。シロヒロミ先輩酔っ払ってる。まあ大体酒ばっか飲んでた時に作った曲が多いんでね、次の曲もちょっとお酒を飲んでる時に作った歌なんで、お酒が進んでくんないと困る歌ばっかり。次も酔いざましという歌で、これも酔っ払って、酔っ払った帰りに作ったんで、ね、いつも酔っ払ってるね。いつも酔っ払ってるわけじゃないんですよ。最近はそんなに飲みませんのでね。じゃあ酔いざましです。1,2,3,4 酔いざましの夜空に散らばった星屑が、アナログなメロディー呼び出し始めたのさ、僕はそう私のジャン。
できるんじゃないかという感じで言います。ちょっともう一回チューニングね、ほんとすいませんね、チューニングばっかりしやがってってね。あのよくねライブハウス行くとね、こう一曲思いっきり弾いて歌ったのに普通にカッポしてチューニングしないで弦が狂わないね楽器を持ってる人がいるんですけど、すごいですよね。お金持ちなんだ。お金持ちか。昔からそうだよね。チャーさんもお金持ちだしさ、ね、金子まりさんもお金持ちだしさ、みんなお金持ちだ。金子まりのくせに金子まりのくせに、ね、ユーミンもお金持ちだしね。細野さんのはもう下北に足を踏み入れられた。細野さんのおじいさんなんかタイタニックの下だよ。もうみんなお金持ちだ、ね、だってハッピーエンドなんてね、もう いかにも、ね。でも大滝さんはそうでもなかったし、大滝さんはとんでもなかったし、3人はもう細野さんはなんかタイタニックも持ってたしね、おじいさんがね、大滝さん母子家庭そんなことまでだから大滝さんやっぱりね、フッサが師匠にあったんでしょうね、うん、ねえ、ここちょうど勝手なこと勉強してますから入ってますもんね。大滝さんに心配するかもね、大滝さん、シンパシーを感じますね。で、ああいう明るい歌をね好きかと、ね、でもお家で急に亡くなっちゃったんじゃね、寂しいですよね。真空管の話は好きだったんですけどね。次の歌もですね、浅草でホッピー飲んでホッピー通りまたお酒飲んで、しょうちゃんで、しょうちゃんでね、煮込み、俺しょうちゃん食えなかった11時からオープンとかやった。そうなんです、やってなかった。そんな早い翔ちゃん11時からオープンだし、あの並んだ神谷バーは11時半で30分くらい並んでるうちに、まさかのものですか、ぼったくられてる。その前にぼったくられたよな。本当そんなこと言っても今度浅草も行かれなくなるから、ね、まあ正月料金だからね。そんなんで最後の曲、浅草という歌を最後やります。Wow.
長い雨が降り続いて、どっかのゴミを洗い流す。One more time。 また長い雨が降り続いて、どっかの滑走に流れ流す。また長い雨が降り続いて、どっかのゴミを洗い流す。こんな感じです。よろしくお願いします。皆さん飲みましょう。